もしもし、すいません、こちらに片瀬さんが働いてるって聞いてきたんですけど。はい。おはようございます。ここにいるって聞いたんでちょっと来たんですけど。そうなんですよ。いいですか。はい、どうぞどうぞ。こちらがロコンド本社になります。え、入荷所ぶら下げてるんですけど。入荷所ないとどこも入れないのよ。何やってるんですか。仕事してるじゃんと。あんまりなんかこうほら、あんま本当マジでやってるから。マジでやってるから。ちょっとじゃ私も一応席はあるんで案内しますね。こんな感じで、ここで働いてます。今リーボックで、来年ちょっとイベントをしたいなとか、フェスをやりたいなっていうところも、この間ちょっと偵察行ったんですけど、どのぐらいの規模でどのぐらいのアーティストを呼んでとか、そういうの今ちょっと考えながら。今まで一度もマウス持ったことないけど、初めてマウス買いました。人生で初マウス。本日から私はロコンドに出社してきます。今はね、9時ちょっとなんですけども、会社に初出勤してきたいと思います。ちょくちょくね、撮れるところは撮っていこうかなと思います。私のためというか、なんかちょっと記念日なので、ちょっと回していきたいと思います。じゃあ行ってきます。今昼前なんですけども、内定式が行われています。自分のモデルもコンビニに変わってましたけど、EC とウコマースとプラス IT を使ったプラスフォーム、あとはこの EC で使ったプラスフォーム。なんかちゃんとご飯食べてます。今日はパスタ、初出勤のご飯はパスタです。午後は、新しい商品だったりとか、そのブランドさんがこれを、着用してほしい、写真を撮ってほしいっていうものの、今私はコーディネートをしてるところです。今ね、この靴に普段私がなかなか履かない赤シドシューズにどれを合わせようかっていうのをね、こうやってね、ショールームみたいにいっぱい自社の商品があります。ここはね、プレスルームでもあるので、ここでいろいろ洋服を今からコーディネートしたいと思います。ちょっと持つようにこの白ニット、なんか下デニムとか履いた時に上だけ着替えたりとかして、はい、ちょっとバカリズムしようかな。コーディネートしたよ。そんなに映せなかったけど、とりあえず今7時前ですかね、とりあえず終わりました。今度初出社、みっちり働きました今日は。明日はちょっとね、早くも2日目で出張に行くんで、ちょっとそれも動画にしたいと思います。無事に帰宅しました。もちときなちゃんがお腹空かせて待ってるかもしれないんで、今日はこのぐらいにしますけど、いやーなんかね、そんなに映像的にはあんまり撮れてないんですけど、結構重要なもうかなり先の話とかをしてたので、ちょっとあまり撮ると迷惑かななんて思いながら、ちょっと初日なんで静かに淡々とこなしましたけど、結構働いたよ。いやでもなんか疲れたっていうよりは、なんかこう頭をいっぱい使ったし、いろんなこと考えたりとかして、なんかいい時間でした。これがなんか継続は力なりなんで、長くね頑張っていけるように。でもね、私ももう若くないんでね、なんかこう10代20代ぐらいの気持ちのね、体力があると思ってやってるんですけど、うまいことね、ちゃんと自分の体とも40超えたんで、あまりね、そんなに無理しすぎるタイプなんで、あんまり無理しすぎず、楽しくやっていきたいなと思いますけど、初日にしたらとってもいい感じでした。最初のね、出勤をね、取ろうと思ったんだけど、ロコンドの前に、会社の前に記者さんたちが何人もいて、それでちょっと直撃されて、それでなんかちょっとあたふたしちゃって、はい、大変でした。
そう、そしてここもさっき来てくれた、ここが7階が受付なんですけど、ここはアンクリードっていう、ロコンドのオリジナルの、ここすごい可愛いの、これ結構私はこれを売っていきたいっていうか、めちゃめちゃ自分でも持ってて可愛い。そして自社ブランドのマンゴーだったりが、まあ今今期のやつが置いてあったりとかして、ここでまあ大体、リーボックさんとかなんだとかの打ち合わせしたりとか、これは私が一昨日、スタイリングを組んで、服を組んで、で靴も組んで、でこれは明後日撮影するかなって感じです。ハッピー、かっこいい、素敵素敵ここが、もう社員さんたちが、自由にあのご飯を食べたりするようなところで、あとはそこで、まあ、全体会議とかがあるときとか説明とかがあるときはここでみんなを集めて会議したりとかもしてますね。そう、そして、ロコンドチャンネルの方でいつも撮ってるのはここかな、ここでここで撮ってる。ブレザーフェスで出社するんですか。一応もう5日月金でやるけども、一応フレキシブルっていう状態なので、でフレックスタイム制らしい。今はちょっと始まったばっかりだから、私もまあ率先的に早く来たりとかテレビ電話とかそういうことよりは実際に皆さんの近くに行って早くコミュニケーションも取りたいし、もう早いのよ、とにかくあの話が。一昨日パーカーを作りましょうってなって、でちょうどなんかその作りたいパーカーの似てたパーカーを自分が着てたから、もうそれを作りましょうってなって、そのまま工場に送っちゃったパーカーっていうぐらい早い自分がこう新入社員であろうと何であろうと、ちゃんと意見をアイディアだったりもしっかり聞いてくれるし、それがいいか悪いかは別として、だからすごく言いやすい状況、自分もあこういうのやってみたいなってこうパッと浮かべる状況にあるっていうのはすごい楽しい。みんなとってもいい人だしね、あのすごくあの早速ね D オタをね2人見つけましたよ、パーク限定のパーカーと、あとキャプテンアメリカのリュックもね、あのデスクの横に置いてあって、あこの人絶対ディズニー好きだと思ったら、あーなーちゃんディズニー好きなんですよねって言って声かけてくれて、あのディズニー話をちょいちょいしながら、そういうなんか会社員らしいことが今、すごいやりたいっていうかね、とにかく初めてのことだから楽しんでいる、ね、だからみんなにとっての当たり前が結構私にとって当たり前じゃないから。どうもはじめまして、伊藤忠の諸星です。どうもよろしくお願いします。あの大いに期待してます。ありがとうございます。よろしくお願いします。サラリーマン初めてでしょ。でもそうなんです、ね、だからあの私アルバイトもしたことなくて、あの17からあの仕事をしてたので。どうですか、サインぶりは。いやもう早速いろいろともう読みサインしてますなんか結局ニュースになっちゃったじゃないですか、はい、でこれ一応僕言ってきますけど、まず僕が奈々さんになるべく電車が空いてる時間だけにしてくれってお願いしたんですよ。あとロコンドのコアタイムっていうのがあって、11時から5時なんですよ、はい、なんか全然遅刻でもないからなんで、はい、それちょっと皆さん誤解なくて、はい、今後もじゃあやっていくっていう。そうですね、今仕掛けてる段階で。そうですそうです、皆さんのお手元やら何やらにたくさん届くと思うので期待して待っててください。ロコンドのロコンドチャンネルと片瀬奈々の奈々チャンネル、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。